佐四郎時貞。汝に救いを。時は天明七年、先の日の輪の国での大乱と時を同じくして老中田沼意次が失脚、新たに老中の任についた松平定信により官制の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は消滅を極め、悪鬼邪気ともいえる暗雲は今や日の本全土を大湾としていた。とある地にて眠る者が一人、その男は己を殺した人間を恨み、己を裏切った世界を憎んでいた。魂の深き怨恨に応じるかのように邪気はその男へと力を与える。闇より与えられし禍々しき邪気をその身にまとい、今冥府より天草四郎は移し世によみがえるのであった。熊野古道。私を呼んだのはお前。天草四郎時貞 VS 四季、いざ尋常に一本目勝負。炎を見る。捕まえられる。天草四郎時貞、何時らの救世主とならん。二本目勝負。炎に焼かれる。救いを与える。天に召さる、天に召さる、天に召さる。そこ勝負あり。完勝。勝者天草四郎時貞。話にもならん。我が刻印は免罪符、エデンの園が汝を受け入れようぞ。宇月。これよりは抗議の任。若輩者はここまでにいたせい。天草四郎時貞 VS 柳生十兵衛、いざ尋常に一本目勝負。炎に焼かれよ。救いを与えよ。中を見て天に向かう。ほう、君のパパ。天草四郎時貞。何時らの救世主。二本目勝負。哀れな、食材の機会を与える。エデンの園はすぐそこに。勝者天草四郎時貞。
俺が救済である。その魂に祝福を。隅田川。何も聞かず立ち去りなさい。好奇心に殺されては浮かばれませんよ。いざ尋常に一本目勝負。炎に焼かれる。哀れな食材の機会を与える。エデンの園はすぐそこに。勝者天草四郎時貞。何時らの救世主とならん。二本目勝負。救いを与える。中を見て天に召される。完勝。勝者天草四郎時貞。話にもならん。我が刻印は免罪符。エデンの園が汝を受け入れようぞ。あな悲しや、あな苦しや、憎しみ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 。味方ヶ原。さっさと抜け。貴様を殺す。いざ尋常に一本目勝負。炎に焼かれる。魔王がメガールだ。消えろ。救いを与える。四郎時貞。何時らの救世主とならん。二本目勝負。救いを与えよ。天に召す。救いを与えよ。食材の時は今。食材の時は今。ランチを見にくい。おまけだけに。勝者天草四郎時貞。話にもならん。覇王丸の魂と比べればお主の魂なぞ。ミネルヴァの間。貴様の無礼な剣で私の相手が務まるとは思えんな。天草四郎時貞 VS シャルロット。いざ尋常に一本目勝負。
者天草四郎時貞。なんじらの救世主とならん。2本目勝負。トラッカー、トラー、炎に焼かれる、炎に焼かれる、救いを与えよ、救いを与えよ、トライクラッシュ、救いを与えよ、パワーストライク、救いを与えよ、トライクラッシュ、食材の時は今。救いを与えた。なんじを見にくい。食材の時は今。勝負あり。勝者天草四郎時貞。これが救済である。汝の魂、新しき世の礎となろうぞ。日光、お前は何のために戦う？民のためか、自らの力を試すためか、名誉のためか。武器を取れ。その剣で語ってみせよ。いざ尋常に一本目勝負。なんじらの救世主とならん。2本目勝負。救いを与え、救いを与えよ、天に見せる、救いを与え、炎に与える。四郎時貞。これが救済である。一緒。最初はわずかな影響でしかなかった。これが明らかに不自然と認識できた頃、その暗い怨念は最悪となり、日の本全土を急速に飲み込んでいった。芝居小屋。ここで出会ったのも何かの縁。わしの舞、とくとその身に刻み込め。いざ尋常に一本目勝負。相手力だ。救い
炎を救いを与えよ、救いを与えよ。食材の時は今。救いを与え、食材の時は今。食材の時は今。勝者天草四郎時貞、なんじらの救世主とならん。二本目勝負。救いを与えよ、炎を焼かれよ。白時貞、これが救済である。万事の魂、新しき世の礎となろうぞ。洛中三門前。おお、何時の魂、まだ完成してはいないが、よい、実によい。つまみ食いにはなってしまうが許してくだされ。気色の悪い野郎だな。やるってんならとっととかかってきな。天草四郎時貞 VS 覇王丸、いざ尋常に一本目勝負。ゲスクイを与えよ、スクイを与えよ。炎を焼かれよ、スクイを与えよ。スクイを与えよ、天草四郎時貞、なんじらの救世主とならん。二本目勝負。救いを与えよ、救いを与えよ、救いを与えよ。天に召されよ。炎を見よ、食材の時は今。救いを与えよ、炎を見よかれ。天草四郎時貞、話にもならん。やはりまだ不完全であったか。だがこの戦いで何時の魂は静か千年桜。辛い、苦しい、憎い、何もかも滅べ。おー
くそれほどの邪気を集めたものだ。では我の悲願のため使わせてもらおう。天草四郎時貞 VS 静か御前、いざ尋常に一本目勝負。何時らの救世主とならん。許せぬ、この世がそなたが憎い。四郎時貞、これが救済である。私は何をしているの？どうして忘れていたのかしら。辛く苦しいこともあったけど、幸せな思い出もたくさんあったわ。あなたが私を苦しみから解放してくれたのですね。ありがとう。これでやっ向こう側へ行けます。しずやしず、しずの大玉き繰り返し、昔を今に
なすよしもがな。清らかに咲く桜の木の下にて、天草は宝珠へと手をかざした。桜吹雪とともに散りゆこうとしていた邪気が宝珠の中へと流れ込んでゆく。静か御前を支配していた悪しき力をその身にみなぎらせ、天草はいずこへと姿を消した。再び天草が姿を現したのは島原の地であった。伊賀人軍の服部新蔵はその男の魔に見入られる。膨大な邪気を前に心臓はなすすべもなく、その肉体を奪われるのであった。宝珠を手によみがえった天草は笑みを浮かべる。暗黒神の加護を得た己を止められる者は誰一人いないのだと。時は天明8年、世の混迷は徐々に収まり、人々は平穏を取り戻しつつあった。だがその裏で暗躍する一つの影がある。その男は己を殺した人間を恨み、己を裏切った世界を憎んでいた。かの者の名は天草四郎時貞。この世に復讐するためによみがえった亡者である。I won't tell.
必要なものはすでに揃った。さあ始めよう、我が救済よ。